みなさんこんばんは、バレエ芸人の里ゆりです。今週もよろしくお願いします。今日はですね、一人ではなくゲストに来てもらっています。チッピーちゃんずさんです。いやーうるさい。私が元陸上自衛隊のちーちゃん、そして頭の上にいるのが相方のピーちゃん、トリオセチッピーちゃんずです。ザッス重たい。いや情報量多すぎるわ。今日についてはな、はい、相方のピーちゃんだけじゃなく、うん、どのこの陸上自衛隊でよく使うな、どのどの、あ、この FM 丹波の皆さん、はい、私はどのを担いで日々訓練してます日々担いでるんですか。そうだよ、これね、もうね、はい、これをね、なんでこんなどの中に実際砂が入ってるんですよ。はい、はい、はい、ちょっと持ってみる。重いな。どういうこと、どういうこと。あのラジオでは伝わらないから。重いまず、はい、チッピーちゃんずさんっていう、はい、頭に鳥を乗せてる、はい、ちょっとおかしなピン芸人さんがいる。おかしくない、まあ、その人が、はい、なぜかどのを担いでオープニングが始まる。重た、あ、そうでしょ。えよう持ってますよこんなそうだ、あの自衛隊ではな、土のう運びというな訓練があるんだ。重っ。さてより、これ大体20キロある。これは20キロ。これをな担いでただただ走るという訓練があるんだ、自衛隊にはあるんだ。やばこれをな、私はななぜか部屋の中でしているんだよどういうこと。部屋の中で何してる私もうわからない、自分でもわからない。正直なんで部屋の中でこんな土のうとか作ってわざわざ こんなん外にあるもんなんだ。いやまあそう、自宅にあってはおかしいもんなんだ、はい、実は、はい、これ実はその私 YouTube で、うん、あの動画の方をアップしておりまして、はい、ちょっとショート動画など、はい、陸上自衛隊あるあるという動画を撮ってるんですね、うんうん、そう大人気ですよね。あ、そう、おかげさまで今もう登録者数が12万。分からへんねん、ちゃんと普通に言ってくる。12万です12万人ね、12万人いるんですけれども、すごいですね、うん、はい、それであのやってる動画がその陸上自衛隊あるあるをやってて、はい、これやりたかったのが、まあ、土の叩きない時拳で叩くっていうあるあるやりたかって何何何分かんないですけど教えてもらっていいですかあの自衛隊では掩体っていう穴を掘るんですね、隠れるための、はいはいはい、それで、その土砂を崩れないようにしたりとか、うん、水を、まあ、せき止めるとか、はい、そういう意味で土のうを敷き詰めておくんですね、はいはい、穴を開けたところに周りに置くってこと、はい、周りに置いたり、まあ、用途はいろいろあるんやけど、はい、それで、積み上げるよな、うん、あれただ積み上げてるだけでは強度がねないんですよ、うん、ほう、なのでこちらのね、何それ土のう叩き、あーなんか棍棒みたいな、はい、そう木で作った棍棒みたいなね、はいはいはい、この棍棒、はい、まあこれ自作だから全然強度はないんですけど、うん、すごい今あるのは、はい、あれですね、紙にガムテープを、まあ貼っている小道具みたいな、そうです、はいはい、まあ、これ動画用に作ったんだけど、はい、この土の叩きでバンバンと叩いて土を固めて強度を増すというね、あ、そうなんすね、うん、あるんですよ、空気抜くみたいな感じですか、そう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 、キュッてしていくっていう、キュッとして形を整えていくっていう作業があるんやけど、これはねもう上官、うん、あのベテラン陸曹しかできない、ベテラン陸曹、ベテランの上官がやる仕事、はいはい、このドハウチ、あ、うん、また新しい言葉出してた、土のう叩きドハウチっていう言葉あるんですよ、はいはい、この土のう叩き、もうその若手のペーペーじゃ、はい、もうこれ使えないと、これ数がないんですよ、あ、なるほど、自衛隊さんが自作で作ってるから、はい、自作で作ってるんですか、自作で自衛隊が木削って作ってるんですよ、そうなんですね、はい、なのであの数がないと、はい、だからあの優先的にできる隊員、うんうん、その、うんうん、経験値がある隊員に渡されるんだけども、はい、これをね叩いて、はい、やっていくわけだけども、うん、これがない時に、うん、あのもう手持ち無沙汰になるじゃないですか、はい、若手はね、そうですね、バレー部もそうですよねきっと、あの先輩がやってるのに、まあまあそうですね、ボールが足りないとかね、足りないとかね、はい、ちょっと手持ち無沙汰になる、うん、でもなんかしたい、うん、あの手伝いたい、うん、班長を手伝いたいっていう気持ちから、はい、拳でねこうね叩き始める隊員がいるんですよそうなんですね、はい、それを伝えたくて、はい、ちょっともうなるほど、土のうをね港南で買ってね、あの砂も港南で買って自宅に置いた結果、
砂まみれになった部屋が。すごいプロ意識ですね。でもでも、はい、今ジャリジャリしてるでしょ。ゆかちょっとね、あのさっきこぼしたんだ。これ最近どういうこと、最近、ね、家の中っすよね、これ家の中なのに、うん、ザラザラするんだ。もうここ最近ずっとザラザラしてる。こんなところで生きてるんですか。こんなとこだからちょっと居心地は悪いかもしれないけど、はいはい、だからね、もう動画一つ作るにしても、うん、こういうちょっとやっぱ里よりも苦労してるんじゃないかなとか。自衛隊ですら寝るところには砂ないでしょ。あ、砂の上で寝たりもする。あ、うん、あの全然車両の下とかで寝たりもするんだけど。車両の下で寝たりするんですか。濡れないから。あ、いいぞ。あそこはいいす、ただ敷かれないように気をつけてくれ。いや、まあそうなりますよね。でも暗くなって良さそうですね、また。うん、あそうなんだ。なかなかいいポジションではあるんだ。その何でしたっけ、その土のう、土のうって砂が入ってて、うん、その袋なだけってことですか。そう、袋なだけ。その袋もそのしっかりしたやつじゃないとダメみたいな、うんうん、そうだな。これね、あのしかもね、あのこれ土のうだけで1個で何個も出てくるな。土のうを土のうあの、うん、普段接しないので、接しないめっちゃ興味ありますわ。バレエではないのか、はい、これまあでも、まあ、筋トレにもいいけど、これ、うん、袋、うん、はい、陸上自衛隊、はい、土のう袋を裏返して使う。なんで強度が増すんだ。なんで、ね、なんか、ごめん、それのノリについては知らない、ごめん。教えられてきた、そうやって。あ、でもそう、なぜか知らないけど、そうやって習うんですか。はい、習って、で縫い目がね、中に隠れるので、はい、あの、見た目も綺麗になると。え、これはどっちなんですか、今。これ、あのちゃんと裏返してます。これ裏返してるんですね。はい、自衛隊式、ここのな、うん、ほら、縫い目がな、これ裏返してるんだな、はい。そうらしいです。ここの、はい、ちょっと、あ、重い。見せてあげてください、YouTube 見てる方。 YouTube 見える方が、ここ、はい、ここの、ここがね、はい、ピロンって普通は表は出てるんですけど、はいはい、裏返すとこうね、うん、隠れるんですよ、ここが。あ、なんか端っこキュルキュルって出てるってことですか。はい、キュルキュルって出てるんですけど。するんですね。そうです、はい。叩いて、私を叩くな。なんで先輩やの、私は。おい、頭は危ないからやめろ。頭は危ないからやめろ。頭はやめろ。ピーちゃんがいるから。どのまで防ぎたいぐらいで。そうです。いや、それを家で担いで走ってるんですか、それも。あ、まあ、か、うん、担いで、うん、持ってみたり。何をしてるんですか、その家でもうやってるって。家でも、まあ、枕にしたりとかな。どういうこと。使わない時は枕にしたりするんだけど、まあ、あの難波から梅田まで持って走ったりはしたな、はい、ほんまに言ってます。走ってはないけど電車で運んだりはするぞ。これあのちょっと先日単独ライブがありまして、はいはいはい、うん、土のをそれで持ってったりな。あ、うん、なんかあるたびにこの土のを持ってってるんだかな、はい、もう重くてしゃあない、うん、でしょうね、うん、ここで私が持つだけでもめっちゃ重たかったんで、重い、本当に私何してるんやろってなる。ナンバーまで行く時、ちょっと普通に話の流れで気になったんですけど、単独ライブはどうやったんですか。単独ライブはな、大盛況で任務完了いたしました。ありがとうございます。ちょっと、どんな感じだったんですか。いやね、もうもはやな、うん、音楽ライブ。え、どこでしてはったんですか。あの道頓堀のザザポケッツという、はい、あの、はい、若手がいっぱい出てる、あの劇場、まあ、キャパ80名ぐらい。80人ぐらい入るんですね。そう、でもまだちょっとコロナの制限があったので、何パーセントか減らして の、はい、あのお客さん入れだったんですけども、うん、なんと、うん、結構立ち見持てるぐらい、すごい、はい、あのたくさんの方に来ていただきまして、はい、で普通お笑いのライブって、結構皆さん女性の方がたくさん来られて、うんうん、静かに見ている感じですよ、ね。あ、まあ、キャーって、まあ、わははみたいな、はい、はい、そう、そんな感じで、うんうん、受けるとこは受けるみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、はい、もう終始宴会場。宴会場どういうこと。どういうこと。もうなんか自衛隊の方って結構宴会とかするんですね、はいはい、で、結構盛り上げたりとか、はい、なんか体育会系のノリっていうんですかね、おいみたいな、みたいな感じ、はい、で、なんかおそらくお酒を引っ掛けてきてる人も多かったかもしれない。そうなんですね、うん、親戚の集まりみたいな感じになって、すごい温かいあの雰囲気で、ほんで私が出た瞬間、うわーってすごい拍手になって、
あそこの会場って、うん、あの2ドアというかあの音が漏れないように2ドアになってるじゃないですか。で、あまりの声の大きさと拍手で、うん、あの受付まで聞こえていたそうである。すごいっすね、うん、もうなんか、うん、私もびっくりしました。はい、でまあネタしてみたいな、ネタして、はい、ネタしてもう何やっても皆さん温かかったうわもうね、あんなにね、もう好き放題やっちゃったもん、ほんまに楽しかったです、おかげで。なんというか、もうお客さんも、うん、あのお客さんあっての私みたいな、うんうん、なんか、あの滑るけど、それすらも受け入れてくれる、うん、からなんかみんなで、というかお客さんにも助けてもらったというか、うん、めっちゃいいですね、うん、その一体感がある、そう感じ、そう、そう、お客さんもすごい温かくて、あと、松竹芸能の、はい、元海上自衛隊の雷ジャクソン高本さん、はい、っていう方もゲストで来て来られてて、はい、で私の YouTube とか手伝ってくれてる、うん、漫才を一緒にやってくれてる山本氏、うん、っていうことも漫才をしたんですけども、うん、もう終始2人にも助けられ、へ、もうあれは本当に共同訓練だったと。訓練なんや、はい、あれはもう共同合同演習でしたね。素晴らしかった。あの皆さんなくしては私はあそこに立っていられなかったというようなぐらい、うん、もうなんかもうほんまみんなで協力して作り上げたような、すっ、めっちゃなんかいい日ですよね、はい、それ私もなんかすごい感動しました、すごく、はい、時間はどれぐらいだったんですか、うん、時間は1時間1時間、うん、あっという間でした。1時間あっという間で、うん、ちょっともうあの押しそうになったぐらいですけども、はい、そう、どのその時も土のを持って やりましたけども土のを叩きがちのネタやったんですか。いや、それじゃなくてね、155mm 榴弾砲 FH70 の射撃の振動で勝手に開いてしまうあの豊川駐屯地感謝の郵便受けっていうネタをやりましたけど、はい、その中の重りで使いましたね、この土のは。土のは別に、はい、じゃあ土のとしては使ってない、土のとしては使ってないけど、うん、あのまあそのライブに向けて土の運びの訓練はしました、うん、ね、よくわかんないっすわほんまに、はい、それのおかげで ああいうライブができたというのもありますね。第2弾とかも話出てるんですか。いや、まだ出てないけど、ぜひやりたいね。でもそんなに大成功やったらね、うん、事務所的にももう一回やろうみたいな、ね、いや、ちょっとそうなってほしいですけども、うんうん、まあ、肝心なのは、まあ、初回だと来てくれるじゃない、うん、あのお祝いとして。確かに確かに確かに、次はもう多分2回目でやりますよ。来てくれるか、あんなにリピート客がね、はい、お客さんが、その、うん、お客層ってどんな感じなんですか。お客さんはあの腕ふっとい、あの丸坊主体型とか聞いてない年齢層とか聞いてない、ちょっとがたいのいいお兄さん方とかね、はいはいはい、あとちゃんと女性、若い女性のお客さんもいらっしゃったり、その多いのは、はい、まあ言うたら30代40代とかですか、ですか、ね、男の方ですか。50代の方もいらっしゃいますし、うん、本当年齢層はもう20代から50代までで、頭に鳥を乗せている人が8名ぐらいです頭に鳥を乗せる人がチッピーさん以外にいるんですか、はい、いました。あのなんて言うんですかね、コスプレというんですかね、迷彩服を着てる、うん、来ることは、はい、あのお客さんは結構、うんうんうん、あのその吉本のライブで、うん、あの見かけたりはするんですけど、はい、今回初めてアヒルを乗せたあの お姉様方がお姉さんで、はい、たくさん、おじ様もいらっしゃいました、1名、おじ様も1名。何それ、それはそのチームでやってるってことですか、はい、アヒルやったら。わからない、配っているのか、それとも自作でね、なんかカチューシャの上にあのお風呂とかで使うアヒルのガーコちゃんをつけて、はいはい、頭に乗せて、同じやつを、同じやつ、お揃いってことですか。皆さんお揃いでした、みんな。お、何名かつけて おられまして、うわ面白い、やすごい光景でしたよ。その後に次の月に東京でも、はい、あの特化軍小野寺さんっていう、はい、あの自衛隊の、はい、自衛隊芸人の先輩がいるんですけども、うんうん、その方にあのちょっとお声掛けいただいてゲスト出演してきたんですけど、はい、そこの会場でも、うん、アヒルを乗せたあの舞台が2名いました。はい、それ主流になっていくんかもしれない。もうあの2回目にはもう半分ぐらいの人があの頭に鳥を乗せている舞台になっているかもしれない。ちなみにそのアヒルに関してはどうなんですか。
よろしい。よろしいんですね。すごい元気をもらえた。なんか東京にもいたっていうことが私東京でもあの、うん、知ってもらってる人いるんやっていう気持ちになりまして、 すごい心強かったです。へえ、そんうわ、めっちゃ観客席でも面白そうですね、うん、その光景が。観客席が面白かったね本当に。ちょっとすごかった。迷彩服もいるし、海上自衛隊の制服の人もいるし、うわ、うん、ちょっと2回目だったらむしろ見に行きますわ。本当にもうその時は頭に鳥を乗せて。どうしようかな、バレーボールじゃダメですか。バレーボールいいね、いいか趣旨変わってきますけど、ちょっとその暁にはステージに上がっていか、はい、いただかないといけないかもしれませんけども、まあ、まあ、ちょっと次のこと、うん、次やったら行かしてもらうということで、はい、そう、ぜひぜひ一曲挟みたいと思います。わかりました。今日はチピさん曲フリーですか。はい、それでは私の思い出の曲であります、ほう、黒夢でミスムーンライト。2セット目です。2セット目、はい、2セット目って言ってるの知ってます？あ、ごめん、それ掌握してなかった。ああ、すいません。いや、それはいいです。FM タンバーの皆さん、すいません。あの、うん、前まで後半戦って言ってたんですけど、2セット目に。なるほど。あのバレーボールという体で。もしかしたらデュースで3セット目行く可能性があるということですね。3セット目、まあまあ1セット目私が勝ってて。え？で、まあ、チピーさんと今2セット目始まったんですけど、なんでか、まあ、私何を思って勝ったってさっき私の方が圧勝じゃなかった今の。いやえ、そうそう、バレーあるあるなんですよ。なんかめっちゃ勝ってるなって思ったチーム、うん、点数見たらめっちゃ負けてる。ないないない、あるあるあるないよ、勝ってたら勝ってるんだから。いや、もう、そうそう、なんか、なんか見た感じこっち勝ってそうって思うけど、なんか違うチームが勝ってるっていうのようあるじゃないですか。ないないない。だから、まあ後半戦もね、まあ、2セット目も頑張っていこうと思う。あ、まあ、巻き返さないよそれはどうやったら勝てるんだそれだけ単独ライブがあって、うん、で、はい、東京でもね、どっか軍さん、あ、そうです、ライブをしはったっていう。なんかそれも結構 SNS でね見させてもらってるんですけど、どんなことをねしてるんですか。あの無限大ドーム、東京の渋谷にあります無限大ドームとい う, うあの若手とかがあのやる会場がありまして、はいはい、そこでそれ何人キャパぐらいですか。あ、ザザぐらい。あ、そうなんですね、うん、だからな70名とか入るんかな、はい、うん、がありまして、そこで、トークライブ、どっか軍小野寺さん の, あのトーク、はい、小野寺さんとこは結構サバイバルなあの生活をもうしてたみたいでね、その昔のお話を結構されてて、はい、で私が途中から参戦しまして、あのなんだ陸上自衛隊あるあるとか、うん、はいはい、経験談とかをあの2人で話していくという内容だったんですけれども、はい、なんと、うん、あの会場に私の連隊長が来ておりまして。何連隊長って。連隊長ってねあの駐屯地のね、はい、トップというか連あのほうほうほう、すごい人数の、はい、駐屯地規模のね、はい、隊員を束ねるトップの人がいるんですよ、まあ、めっちゃ偉い人ってことですね。そう、一番偉い人がいるんですよ、はい、私その元第7普通科連隊重迫撃砲中隊所属だったんですけど、はい、その7連隊を司るあの連隊長がいたんですけど、その方がなんと私の舞台を見に来てくださって、もう舞台が舞台分からへんけどそのまあまあそのお笑いの舞台をね、お笑いの舞台をね、はい、すごいっすねそうすごい。そ当時あの、うん、その連隊長から、はい、私はお笑い芸人になりたいです、うん、吉本に入りますと言ったところ、うん、はい、いや上岡はなあ、もうそんな人前に出るタイプじゃないだろう、一回どうしても入りたいのなら、うん、一発ギャグで私を笑わしてから入りなさいって言われてたぐらい私ちょっと反対してた連隊長だったんですね。へ、しかしながら、うん、あのわざわざあの、うん、もう離れてだいぶ経ちますけど、うん、あのチケットくださいということで申し込んでもらって、で来てくれて、東京っすよね、はい、笑いの検閲を受けました。検閲、何の検閲って。その、ね、自衛隊ではね、はい、あの普段の日頃の訓練の成果を、はい、あの見せて、うんうんうん、その指揮官にね見せて、うん、あの日頃の訓練はどうであるか、うん、あのここができていないとかあの評価してもらう、はいはい、検閲っていうのがあるんですよ。その、検閲をしてくださりまして、もうあの連隊長からね、もうあの
ちょっといいですか、ね、連隊長別にお笑い知らないでしょ。え、検閲するほどの、いや、うん、もうね、しあ間違えた、危なく名前言いそうになった、うん、あの連隊長はねすごい、いや連隊長、うん、なん、お笑い芸人ではないけども、はい、もう元上官としてね、うん、あの私の、ね、姿を 今、はいはい、今でも見てくれているという点でね、あの、まあ、そのことで、うん、ちょっと評価をね、ちょっとしてくれたんで、すごいっすね、あのちょっと評価いただいてるんで、はい、読んでもいいですか。あ、お願いします、はい、あの連隊長より、うん、評価を、私の当日の舞台の評価です、うん、はい、まず勢いがありキレもあり良好であった。お、次に自衛隊ネタを満載しており観衆の心をつかんでおり良好であった。お、うん、特化軍との漫才ネタも微笑ましく良好であった、うん、ただし最後のネタをぶっ飛ばしたのは受けた反面聞いてみたかったのが改善を要する、よって総合評価は概ね優良とする素晴らしい自衛官っぽい評価ですね、はい、そう、こうやって評価、訓練の評価してくれるんだけども、へ、あのすごく嬉しい言葉を、いやその良好とかって使うんやとかいろいろめっちゃ褒められてるけど、やっぱ一番気になったのはネタ飛ばしたんですね、はい、ネタ飛ばしたそうなんですね、あの特化軍さんと一緒に、はい、まあるあるネタをね、うん、あのちょっと最後に挟もうかっていうことで、うん、打ち合わせで話しとってそれをやる予定だったんですけど、はい、あ、なんかあら出て3つ目がなんか出てこないなと思ってあれと思ってはい、もう困ったから、うん、もうとりあえず大声を出してごまかしとくんで、うん、はい、あのその間に特化軍野寺さん、はい、思い出してくださいセリフっていうあの連携プレーをしようとしたんですね、はい、しかしながらもう思い出せずに、うん、2人とも思い出せずに、うん、そのまま終わっていったと、うん、はい、特化軍さんも忘れてたんですか。特化軍さんもちょっと、はい、あもうその時点でちょっとお腹が痛かったらしいどういうこと、なんか、はい、緊張というかなんか焦りの腹痛なのかとか、それは、はい、コントみたいな感じですか。コントみたいな感じで、動画でやってることを、あ、そうですって感じですか。はい、それを、まあ、なんかカップ自衛官のカップルあるあるとかいう感じでね、やる感じでやったんですけど、まあそこではいちょっとでもいい思い出ですねそれも。はい、まあそうですね、みんなの記憶に切り刻まれましたね。まあまあ最後の方やったんで、最後の方でしたね、はい、 いやそれもめちゃめちゃ見てみたいですね。そう、あの配信とかもあったんで、あの全国に垂れ流しになりました。垂れ流しそれが、はい、ちょっと恐ろしいことであります。でもトークライブとかも結構やっぱ人気あるんですか、うん、あ、もう満席よ、特化軍の寺さん。特化軍さんめっちゃ人気なんですか。なんかどんな感じなんですかね、はい、あんまり、あ、やっぱり女性のお客さん多くて、うん、多くて男性ももちろんいます、でそうですね、自衛官の方が多いんですか。やっぱ自衛官というか、なんだろう、自衛官ではないんですが自衛隊が好きな女性のお客さんとかが多いですかね。 あとは息子さんが自衛官だとか。あー、なるほどなるほど、はい、そういう方とかが、うん、が多いんですかね。ちょっと、うん、お客さんの層についてはまだ、解析不明なんですけど、うん、調べておきます。でもなんかまあ、はい、あれですよね、かっこいいね、うん、イケメンな方なんで、むちゃくちゃ、はい、イケメンなので。そうですよね、はい、女性の方本当にすごかったです。次の日にワークショップがあって、うん、小野寺さん の、 そのサバイバル術の、はいはい、ワークショップ、それにもちょっと参加お手伝いで行かせてもらったんですけど、うんうん、もうサイン会とかすごい長蛇の列です。そうなんですか。もう本出してるんですけど、あ、はい、本持ってもうワクワク、女性の目がキラキラしてました。本当にすごい、全然ちょっと知らない世界ですね。いや、もう本当に小野寺さんのあの圧倒的なパワーをちょっと見せつけられました。すごい、なんか勉強になります、はい、それも。お客さんもあったかくてウェルカムな感じで、私ウェル、はい、ちょっと私女性、一応女性だから、はい、うん、
あの、ね、もしかして小野寺さん、うん、なんか好きだから、うん、一緒にこうコントとかしてるの見て、うん、嫉妬されちゃうね。嫉妬されたらどうしようと思ってたんですけど、もう意外に皆さん、はい、私ウェルカムで、あの、一緒にあの身体にラップ巻いたりね、どういうこと、おんぶし合ったり、あ、そういうワークショップだったんです。あ、そうなんですね。 おんぶしたり、あの、なんか、なんだ、寒くなった時に新聞紙とラップで保温をするとかね、はい、あ、そうなんですか。そう、そういうサバイバルの時に役立つワークショップをするってことですか。そうです、そうです。それに女性の方が結構、そう、女性の方、あ、結構すごいっすね。そう、あ、そういうの汚れるから嫌だっていう人多そうじゃないですか、うんうん、多そう。もう小野寺さんのファンの方たちはもうむしろ知識ある、あ、この道具知ってるよとか、あ、もう全然マクマク、もう地べたに座ってもいけるぐらいの、へ、積極的にそういうのをすっげやられてたんで、へ、 たくましい女性ですね、結構、はい、もうぜひぜひ女性の、ね、はい、方というか、はい、興味ある方、いろいろ参加してみてください、はい、そう、参加してみてほしい、はい、私も知らないことを学べたんで、すごい、あの、ぜひ、楽しめました、すごい。あの、ね、ネタ飛ばしは、あの、はい、あり、あるかもしれませんけども、はい、あの、チピーちゃんのさん YouTube 大人気で、はい、あの、やってますし、はい、ね、特化軍さんとのライブとかいろいろ、はい、見れる機会いっぱいありますので、はい、あの、チピーさんちゃんさんのインスタとか、はい、はい、Twitter で情報知れますので、よかったらそっちから見てみてください。一個だけ告知よろしいですか。はい、その、今度8月19日土曜日、はい、1900より、あの、松竹芸能さんの大発門座、はい、心斎橋にあります門座でですね、はい、あの、カビナリジャクソン高本さん、さっき言った元海上自衛隊 の、うん、あの、芸人さんいらっしゃるんですが、はい、その方のイベントにゲスト出演させていただきますのでお、はい、なかなか松竹さんの劇場でやることないん で、 そうですよ、ね、チケットの方よかったら、あの、私か高本さんに DM いただければご用意させていただきますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ぜひお願いします。はい、ということで今週のゲストはチッピーちゃんずさんでした。で、どっちが勝ったんだっけ。あ、2セット目、あの、里由里選手。なんでや私すごい、いいですよ、またリベンジマッチ来てください。あ、行く、はい、ありがとうございました。3セット目に行く。ゲームセット。なんか納得いかんけど